レマンコの RVR で運用されるラベ523型ルツェルンの S バーンの S1 系統で運用されるラベ523-001から6号機ルツェルンの S バーンで運用されるラベ523-010から7号機スイス国鉄ラベ523型電車はスイスのスイス連邦鉄道で使用される部分低照式電車である。なお、本港では 本機の派生形式であるラベ521系、ラベ522系及びラベ524型についても記述する。2000年代までのスイス国鉄の近郊列車やローカル列車は旧型のリ420系、部540型や1980から90年代に製造された部度560型が近郊系改造をした旧型の EI 型及び E2 型客車を牽引するシャトルトレインが主力であったが老朽化が進んでいた。一方、1990から2000年代の欧州においてはバリアフリー化やコスト低減といった要請の高まりによって低床式車体でプラットフォームの概念を再入れた電車及び機動車が各鉄道車両メーカーで用意されるようになりタルボット車両工場のタレントやシーメンスのデジロと いったシリーズが大量生産され始めていた。スイスにおいてもシュタドラーが1997年から走行機器を集中搭載した四輪単車の動力ユニットに1、車体片側1台車で、片持ち式の客車を組み合わせたモジュラー式構造の GTW シリーズを生産しており、国鉄でもゼータル戦線用機として、ラベ520型を2002から3年にかけて17、 編成を導入していた。こういった状況の中、スイス国鉄では、バーゼルやルゼルンなどを中心とした、都市近郊列車の拡充と旧型車両の代替を目的として、本格的に低常式電車をシュタッドラー車から導入することとなり、GTW シリーズより走行性能の向上、輸送力の増強、上調性の向上などを図った、 フラウトシリーズを、スイス国内用のラベ523型及び、その派生型として、ドイツ上乳用のラベ521系、フランス上乳用の2電源キラベ522系、イタリア上乳用の2電源キラベ524型として2002年以降順次発注をし、2004年より順次投入している。本系列は4車体もしくは6車体連接式で、 低勝負の床面高さをレール面上 570mm としたバリアフリー対応の機体であり、VVVF インバータ制御により、最大 182KN、1時間定格 95KN の牽引力と時速 160km の最高速度の性能を持つ汎用機である。ラベ521から524の各形式は使用路線の違いにより、 搭載機器が一部異なる他は同型であり、2002年以降117編成が製造され、もしくは製造中であり、車体と機械部分の製造をよに最終組み立てを、シュタトラーが主要な電気品の製造をアブシュバイツ及びアブセチャーンが担当している。カクロットの形式、基板と発注年、製造年、受注会社、価格は以下の通り、 各形式の分類は以下の通りとなっている。また、一部の機体には以下の通り機体名が付けられている。ドイツ上入り対応キラベ521系の屋根状。主変圧器が屋根状先端部に設置される内装。二等室車、端部、連接台車上部へはスロープでつながる。室内上降扉は木に設置された。液晶式の運行表示器 FK-15 から10、自動連結機及び。 補助バッファ同系機の同台車、ディスクブレーキは、キャリパー式、車軸中央部が、クイル式の駆動装置バーゼルの S バーンで運用される、ドイツ上入り対応機ラベ521-008から3号機、バーゼルバディッシャー駅、前発線で運行されていた、旧ラベ526.6系、2007年主要、初原バッファ基部が強化された、 新しいフランス上入り太陽キラベ522系204号機、中ヒ空港駅イタリア上入り太陽キラベ524型、戦闘車の機器室が大きく上高扉が1箇所のみとなっているラベ524型、6車体の機体は、車体塗装が異なる。ピロノ S10 系統で運用中ジュネーブ近郊の DC1500V 区間で運行されるラベ524型、 車体塗装は、ラベ523型と同様の物の主要証言。スイス S1 の路線図。このうちいくつかの路線で、ブド521から524型が、運行されている。2006年時点ブド521、K、バーゼルバディッシャー駅構内に留置中ティロが運行する。ラベ524系。ティチーの州内2011年10月時点のティロの、運行路線図。 ありがとうございます。